ということでね、本日は泥棒建設の猫又おかゆと秘書の高根るいで、遊んでいくんですけれども、はい、ちょっとるいちゃんがトイレに行ってる間にいろいろサプライズをしたので、うん、るいちゃんマインクラフト見ていいよ。いいっすか。どうぞ。じゃあ見ます。何してくれてんだこれ爆発しねえだろうな。え、これ爆発条件ボタンとかだよね。ピッケルで撮っても大丈夫だよね。まあ大丈夫ですけど。あ、よかった。あ、待ったかね、 TNT の中から待ったかね、TNT の中から待ったかねっておやじ先輩がやったんでしょこれ。早く撮ってください。自分で撮ればいいじゃん。炎属性のやつ持ってるから。おぶねじゃあ私がポイってやっちゃったらあれですよ、この家吹き飛ぶね。吹き飛びますよ。弁償弁償ですよそんなことやったら。最高最高。てか明るさマックスにしてるけど全然ちょうどいいな。今までがちょっと暗すぎたのかもしれないですね。いや、明るい世界最高になってる全然最高なんだが。あれ社長。おーい。いやいや、そういえば社長、うん、ここにチェスト置いたりとかしました。ここに。ここ。うん。あー、一回した。マジでやめてください。え、置きっぱにはしなかった。置きっぱにはしなかった。置きっぱにしてる人がいて、私ここでねずっとなんかこう頭がずぐず。ゴスゴスしてね、しかも下にも降りれねえし誰だよって思いながら確かに。しかも裏あの配信してなかったから何ももうイライラするだけふざけんなーつって。そうなんだ地味なことすんじゃんねーつってね。なるほどね、確かにそれはイライラするかもね。そう、窒息はしないんだけど水の中だからめちゃくちゃ、うん、しかも斧持ってなくてめちゃくちゃ遅くてチェストを削るのもうなんだこれって言ってた。確かにな、それはそうね。結局の総数、うん、15個。あ、じゃあ私もあって16個だから4個作れますよ社長。4個。じゃあもう社員1名ずつでいいんじゃない、うん、るいちゃんと僕とふぶきちゃんとみおちゃんに1個ずつ。社長、私はたくさん持ってるので全然いいんですよ。いいんだよるいちゃん、この前だってなくしちゃったんでしょ。いや、でも私はほらありますから、めちゃくちゃ13個も余りが。もう一回見せて。いや、なんかけらかけらほらこれ、これ見てください社長。ちょ、入れてチェストにちょっと直接見たいからちょっと入れてみ。社長いいです。入れてる。わかるんだよ君の魂胆は。入れて入れてほら、なんで一回入れてみ、一回入れてみ。おい、なくなっちゃった言ったとんで。いや、分かってる手口反応するの難しいんだよなくなっちゃったから一個ずつね、みんなになくなっちゃったから返せなくなっちゃったからみんなで一個ずつ。あ、かけらになるんだ、燃やすと。そう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 。すげえ。これをクラフトするといいんだ、うん、これを4つと金インゴットを4つ、うん、金あげます、あげます、どうぞ、はい、ちょっと取らなくてもあげる盗み癖が働いてくれるっていう一言があればいいのに盗み癖やだやだじゃないやだやだじゃない。まだ焼けないな、ちょっとね時間かかりますね、うん、荷物いっぱいすぎる、うん、ちょっと片付けよう。何やってんだよ片付けようっていう人がやる魂胆ないでしょう。何やってくれてんだよ本当にさもう焼けた。いいつるはしすぎてくそこの猫。おい
とね配信で塞がれてるとこ見せられて、ほんまやで、本当によかったね。ああただイライラするだけじゃなくてよかったね。